こんにちは、にじこです。昨夜はライブ配信にたくさんの方がお越しいただきありがとうございました。そこでね、いろんなことを教えてくださってね、皆さんが。で、一つこれはちょっと私も見逃せないなと思ったのが、これツイッターでもエスプレッソさんがリツイートされてたんですけど、タイのカゼタリアンのカゼさんのファンの人たちがホームレスの人たちにね、お弁当を配ってたっていう話で、これはね、昨日陽子さんも教えてくれた、岩井陽子さんも教えてくれたんですけど、あ、グリーンウィンドさんも教えてくれましたね。タイのカゼタリアンさんたち、ホームレスの方たちにお弁当300食を配ってらしたそうです。尊敬って。で、陽子さんもタイのカゼタリアンさんたちがホームレスの方のためにお弁当を振る舞ってましたね。カゼさんのラサの写真を屋台につけて、電車の中でツイート見て涙出そうになりました。あったかい気持ちになりました。風さんありがとう、というのをいただいてですね、そしたらツイッターでね、エスプレッソさんが、毎年素敵なお祝いを見せていただけて幸せだけど、今年は感動することがたくさんあって、言葉では表現しがたい気持ちになりました、ということで、風タリアン、タイの風タリアンさんのリツイートされてたんですけども、いや本当にね、あれですよ、写真が載ってましたけれども、この風さんのラサの写真かな、これをあちこちに屋台に貼ってですね、で、そのお弁当をね配ってるんですよね。どこだったかな、エスプレッソさんのツイッターでね、あったあったあった、もうこのピンクとかオレンジのカラーで、パナッサの時のポスターみたいなのもね飾ってありましたよね。そしてここにみんな行列をして、6月14日、ハッピーバースデー、 Thanks for being born Fuji Kaze って、生まれてきてくれてありがとうってね、その横断幕のもと皆さんに配ってる様子が、動画もありましたけど、素晴らしいですね。なんか本当に感動しちゃいましたね。もう風イズムが浸透してますよね。で、なんかふみさんが、インドネシアのファンの方々も風さんのお誕生日広告動画を街のスクリーンに出してましたってことで、素晴らしいですね。みんな本当にファンの方たちの思いがすごいですね。もう感動しました。風さんも嬉しいでしょうね。本当にね、風さん自身が自分にも周りにも、そして地球にもね、良いことをしていきたいっていうふうにコメントされてたけど、それをもう実践されてますもんね。素晴らしいですね。本当感動でした。教えてくださりありがとうございましたね。それからメロンさんがね、地元岡山のテレビボイスでゴーに佐藤翔が出たということでね、TVer でも見れるということで、私ちょっとまだ見てないんですけど、いろんな佐藤翔の聖地があちこち映ってたということでね、ありがとうございますね。ボイスでゴー、これもちょっと見てみたいですね。それからガーデンの MV にみっちゃむが映ってたっていうのをゆきさんが教えてくれてね、3分20秒ぐらいのところ、これをねスロー再生するとね見れますね。一瞬映るんですよ。サブリミナル効果みたいってどなたか言ってたけど、本当にぼやーっとしてて、なんかみっちゃむの隣の自転車置き場みたいなところがぼやーっと映ったりしてね、なんかね、私のガーデンっていうのがもしかしてみっちゃむのことなのかななんて半分思いながら、ダッチ監督粋な計らいするななんて思いながらね、これよかったら確認してみてくださいね。なんか嬉しいですよ。
普通の速度だと難しいかもしれません、見つけるの。よく見つけますよね。だけどね、すごいですね皆さんね、うん。それからね、 MK エルマさんが教えてくれたんだけど、デビットくんのインタビュー記事、アメリカのデビットくんね、前なんか一瞬コラボしてましたよね。なんか風さんのことをいろいろ語ってて、死ぬのがいいわはこれまで聞いたことのないクレイジーなサウンドだった、彼の声の使い方もクレイジーだったと言ってます。英語でクレイジーっていう時のニュアンスを日本語にするとマジすげえ、なんでそんなんできる、半端ないんすけどみたいなね、そんな感じということでね、すごいですね。やっぱりね、誰が聞いてもクレイジーなほどやっぱりスペシャルで天才的なですよね、風さんのサウンドはね。歌詞もね、本当にね、あの歌詞は日本語の漢字はどういう風に伝わるのかな。ガーデンのあの A 縛りとかもあれ難しい、でもなんとなくわかるかな、 A って言ってるからね、うん、はい。そう、それからね、なんか海外の人のライブって撮影も動画も、動画撮影も写真撮影も OK じゃないですか。で SNS に拡散してもっていうか、むしろ拡散してみたいなね。だけどアジアツアーではペンライトと録画&撮影は禁止ってなっていましたっていうことですね、ルミさんから教えてもらいましたけど、うん。それで海外のファンの方が、なんで海外のライブなのに日本のルールでやるのって言ってる方がいたということなんですけど、そこはあれですね、よそはよそ、うちはうち、貫くんですね。そういうところがいいですね、うん。風スタイルっていうことでしょうかね。別にそう、右に習えすることばっかりがいいわけじゃないんでね、うん。うちはこういうふうにやりますっていう、いいですねそういうのね、うん。まあね、でも残念、撮りたいって思う人いっぱいいるでしょうけどね。でなんならお留守番組も見たいと思っちゃいますもんね、ついね、うん。まあでもね、風さんサイドの思いがね、それが全てなんでね、うん。それからね、ちょっとこれすっごい気になったんですけど、 MK エルマさんのまた情報なんですけど、さっき私の PC におすすめ YouTube として着物姿の桜子さん、ドレス姿のつのみちゃん、ずしこさん、ロナコさんのサムネ with 大原玲子さんの声でチーママにじこさんっていうのが出てきました。なんでしょうこれは、面白そう、後で拝見しますっていうことで、なんですかこれ、私もなんだろうと思って探してもわからないんですよ。もうこれぜひ本当 MK エルマさん教えてください。本当に気になってしょうがない。はい、それからね、そう、ちょっとコメントを紹介しますね。プイプイマチュピチュさん、アイゼンホーゼンありがとう、26歳おめでとう、にじこさんも配信ありがとう、この素晴らしい方の大半が大豆でできてるなんてマーベラスっていう。この素晴らしい方の大半が大豆でできてる、これいいですよね、本当に笑っちゃった。本当ですよ、まさかのね、大きな風様が大豆でできてるね、え、本当になんかもうそれでいいってことですね。まあでもそれぞれでいいんですよ、別に全部ね、風さんがそうだからって同じようにしなきゃいけないわけじゃなくて、それぞれがそれぞれの判断でね、でいいんですけど、なんかでも本当面白いですね。大豆でできてる、うん。それからみおまるさん、にじこさんこんばんは、この配信の後眠れたでしょうか、今日は風さんのお誕生日だから風さんが食べてたソイバーガーを買って一緒にお祝いしようと、ソイバーガーを食べながら娘とワイワイ話して、藤井風アプリからガーデンの MV 来たのよ、花をめでる風さん見てよ、最高よと MV を見て、娘が風さんエモい、エモすぎると連呼して、見終わった後に風さんってさ世界を救おうとしてないと、思いもしなかったその言葉に一瞬へっとなりました。お母さんは藤井風が世界を救うって本気でいつも思ってるけど、なんでそう思ったのと聞くと、だってこの MV 見たらなんかわかるよと。娘は風さんの歌が普通に好きですが沼にはハマってません、この言葉を聞いてめっちゃ嬉しかったです、風さんの思いはうちの娘にもちゃんと伝わってるんだなって、我が娘万歳
ということで、ちょっとびっくりしましたね。別に沼ってるわけじゃない、冷静に風さんの歌が好きでっていう娘さんが、あの風さんってさ世界を救おうとしてないっていう言葉が出るって、これすごいですよね。分かっちゃうんですね、感じちゃうんですね。うん、風さんが意図してるかどうか分かんないけど、結果そういう風になっちゃってる感じはしますよね。うん、ねえ、すごい、まあ、そう思う、感じる方いっぱいいるでしょうね。はい、ありがとうございます。それからファーム221さん、にじこさんお忙しい中配信ありがとうございます。以前ある企業のポイントを坂本龍一さんの森を助ける基金の寄付へ使えるとのことで、それをきっかけでコツコツ貯めたポイントを寄付していました。お金じゃないのかいと言われそうですが、私は体が丈夫ではないので子ども医療関係やファシリティドッグ育成などの事業には涙ほどの寄付を、こういうことは口に出すべきではないのですが、いつか人のために何かしようと考えて先延ばしできなくなるかもしれませんので、今まで役立たずでしたが、あちらへ変わるまでに何か残していけるかな。風さんのメッセージは小さな手から広がり、いずれは世界につながっていくことを願っています。優しさは勇気と強さですね、ということでね。うん、素晴らしいじゃないですか。できることをやればいいんですよ、本当に。そうですよね、もうあのなんかもう億万長者はもうあのすごい金額寄付できるけど、でも別に1000万寄付してもへでもねえでしょ多分。でもね、あの自分のなんか分相応ってのがあるんでね、うん、あのそれでいいと思いますね。素晴らしいじゃないですか、その心がけがね、その気持ちがあの世の中を明るくしていくんだと思いますね。素晴らしいですね、ありがとうございます。はい、それからももこさん、シアトルの元イクさんですね。にじこさん、私も同じです。インスタのコメントがなぜかずっと頭に残っています。あ、風さんのあれね、うん、風さんの言葉、曲、詩などは一つ一つ魔法がかかってる感じですよね。風さんが触ったものにはかっこモスバーガーも言葉も曲も噛めば噛むほどに人に感動や意味を持たせられるように思います。にじこさん、いつまでも熱く語り続けてくださいありがとうございます。本当にね、さりげなくすごいことをいつも伝えてくれている風さんには感謝ですよね。はい、ありがとうございます。それからようこさん、タイのようこさんですね。にじこさん、カンジャムのレポありがとうございます。海外では TVer も見れないので助かります。あ、カンジャムのレポしたものですね。うん、よかったです。風さんの音楽的才能が並外れていることはよくわかりました。ただ風さんの魅力は技術的なことだけではなく、その精神性もありますよね。その辺は触れられてなかったのでしょうか、ということですが、まあその番組では触れてないけど、特にあの音楽番組なんでね、うん、まあでもまあ分かってることですよね、皆さん伝わってる、感じますもんね。うん、はい、それからともこさん、ソイバーガー食べて自分に優しくして、周りに少しでも優しくして、地球に少しでも優しくしたら、一人が100人1000人万人広がっていくってことで、良くなることしかないですよね。愛の波動は優しい波動で、本当にすごい人、そりゃモスバーガーもソイバーガーの売り上げ倍になるはずだけど、それによって生き物に優しくしてる。私も本当に心の底から自分を大事にしなきゃと思います。自分がどうしたいか、自分をしっかり持って満たすこと、まずは自分ですね。お風呂の水はお洗濯になるべく手洗いして、水は節約、洗剤はジャブジャブしないよう、環境汚染は最小限に、食事も体のためにやはり手作りがいいですね、ってね。あ、素晴らしいですね。うん、まあ本当に無理なくね、できることからですよね。できなくても罪悪感感じることなく、今の私の精一杯ということでね、それはそれでいいと思います。うんね、素晴らしい、ありがとうございます。それからみーちょんさん、にじこさん、細やかに配信をありがとうございます。今日の配信も温かくて素敵な配信。風さん、26歳お誕生日おめでとうございます。風さんにとって幸せな1年になりますように。同じ月生まれのにじこさん、にじこさんにとって幸せな1年になりますように。ありがとうございます。もうたくさんの人がね、あの私にもお祝いの言葉をくださって、本当に本当にありがとうございます。本当にたくさんの人、ありがとうございました。ねえ。すいません、なんかいつだかわからないのにね、ありがとうございます。それからキキさん、
にじこさんこんばんは。こんな夜更けににじこさんのメッセージを聞いていたら胸がいっぱいになり涙が出てしまいました。風さんの深い優しさと愛に感動です。人のことを羨んでみたり苛立ったりとちっぽけな自分が恥ずかしくなりました。これからは自分にも人にも優しくできるように努力します、ということでね。でもその人を羨んだり苛立ったりちっぽけな自分が恥ずかしくなったって、そういう気持ちのキキさんだから、もう気づいてるからそれはいいんですよ。ありますよ、人間生きてたら苛立つこともあるし人を羨むこともあるし、あります、あります。でもそんな自分も許してあげましょう。あるよね、だって人間だもんって、そんな時もあるさって、よしよしって、大丈夫だよって自分に言ってあげようね。はい、ありがとうございますね。はい、それから厚子さん、にじこさん、かずくん26歳おめでとう。今日はかずくんが主役なのにインスタのメッセージには涙いたしました。この人の愛は深く丸く優しさあふれ穏やかで、何と言っていいのか分かりません。風タリアの私たちを主役にしてくれてありがとう。密かに頑張ってる姿を思い浮かべながらお祝いします。本当そうです。いつもねファンを主役にしようとする風さんですよね。あのタマスターの最高なんだっけ、最多動員したんですよね。最多動員数だったっていうタマスタのライブ、その時も皆さんが素晴らしいんですってファンのお客さんに向かって拍手をするという風さん、いつもその周りの皆さんのおかげですっていう風に言うんですよね。だから自分が主役っていう風に、そういう風な時がないですよね。本当にすごいですよね。なんかね、実るほど頭を垂れる稲穂かなという言葉を思い出してしまいますね。まさに風さんだなっていう。はい、ありがとうございます。それからサラショマさん、にじこさん、今にじこさんの YouTube 概要をちらっと見たら動画の本数がちょうど900本、すごくないですか？おめでとうございます。いつも配慮のあるにじこさんの配信に癒され、自分のコメントの配慮のなさに情けなくなります。勝手に男前女子と思い込んでますよ。潔さ、こだわりなさが。そうですか、嬉しいです、そんな風に言ってもらえて。いきなり始まる配信もウェルカムですありがとうございますねえ、900本、まあびっくりですね。本当にいつの間にかって感じですね。で自分のコメントの配慮のなさって、そんなことないですよ。サラシュマさん、いつも素晴らしい素敵なコメントありがとうございますね。そんなに自分を責めないでください。素晴らしいんですからね、私は素晴らしいって言ってあげてくださいね。はい、ということで皆さん本当にありがとうございましたね。にじこさんのんきに大丈夫配信しててって思う方もいるかもしれませんけど、私先ほどスーツケースを買ってまいりまして昨日の配信を聞いてた人はね、わかると思うんですけどね、30年前のスーツケース、いやそれはもうね買い替えた方がいいって言われて、私もねなんとなく不安に思って買いに走りました。ギリギリガールズです、本当にね。でやっと荷造り8割ぐらい終わったとこなんですけど、で明日だ出発と思ったら明後日でした。もう大丈夫私本当にまあそんなで行ってきます。もし配信できたらしたいとは思ってるんですけど、突然なんか始まるかもしれません。はい、ということでありがとうございました。ではまた。